なんだか今日は、俺、これで全員のようですね。それじゃあミーティングを始めますよ。水木さん。はい。なんでしょう、ゆうたくん。そこにいる女子は誰なんです？おや、僕としたことが失礼しました。彼女は学園祭の運営委員です。よろしく頼む。彼女はこれからいろいろと我がテニス部のサポートをしてくれます。さて、大体のことは知ってると思いますが、一応確認のため説明します。全国大会に出場するテニス部が主導となって合同学園祭を開催することになりました。もっとも、我々は緑山中が参加を辞退したための繰り上げでの参加なんですけどね。繰り上げか。あんまりいい気分じゃないっすね。いいじゃないですか、ゆうたくん。今回の学園祭、その雪辱を果たすチャンスかもしれませんよ。チャンス？それについては、後で説明しましょう。今回の合同学園祭は、地域振興を目的として、後で榊両グループによる出資で開催されます。評定の後部と監督の榊か？なんか気になるなに。僕の調べでは怪しい点は見つかりませんでした。心配はいりませんよ。これは僕の想像ですが、評定、特に後部は今回の学園祭で関東大会のリベンジを狙ってる気がしますね。リベンジ？どういう意味だ？今回の学園祭には、ちょっとした取り決めがありましてね。学園祭に参加するテニス部には、模擬店の出店が義務付けられています。そして、その模擬店はコンテスト形式になっているんです。なるほどな。そういう勝負を仕掛けてきたってわけか。あはぁ、そういうことですか、水木さん。それなら俺たちも関東大会で負けた声楽と評定に一泡吹かせようって計画ですね。負けられませんよね。模擬店は各学校のテニス部単位で3店舗まで出店できます。売り上げの多かったテニス部には補助金も出ますしね。補助金？うちの部は別に資金に困ってるわけじゃないだに。
あって困るものでもないですからね。なんだ、アトラクションとは。タコのテニス部と？面白そうだに。ユーの兄貴と組んでみたらどうだに。ん？わ、悪かっただに。アトラクション優勝組の賞品は、ウィンブルドンのチケットと航空宿泊券だそうですよ。ほう、それはすごいな。少しはやる気が出たようですね。しかし、アトラクションだけじゃなく、模擬店の方も力を入れてくださいよ。僕たちテニス部員以外の生徒も、模擬店などに参加しているんです。主役の僕たちが売り上げで負けては、コケに関わります。わかってますよ。で、これが今回の学園祭のスケジュールです。8月22日、つまり明後日から9月1日までが準備期間です。9月2日は慰労会。学園祭は9月の3日と4日に開催されます。なんでだに？夏休みの宿題が残っている人への配慮だそうです。ま、僕には関係ない話ですが。ありがたいだに。その他の細かいことは、これから配るプリントに書いてあります。よく読んでおいてください。連絡は以上です。ご苦労だった、水木。では解散。さて、では我がルドルフテニス部の出展する模擬店を決めましょうか。何か意見はありますか？やっぱり食べ物屋が無難だに。うん、いいアイデアかもしれんな。ラーメン屋なんかどうだに。誰がラーメンを作るんです？それは、食べ物といってももう少し調理が簡単な方が良さそうだな。それならいいアイデアがありますよ。ほう、なんだ。喫茶店です。へえ、いいじゃないですか。そうだな。確か水木、お前は紅茶にうるさかったな。ええ、ですから紅茶をメインにした喫茶店を提案したんですよ。それでいいんじゃねえの？模擬店は必ず3つ出さないといけないのか。なら、喫茶店1つに絞ったらどうだろう。その方が効率が上がる。さすがは部長、いいところをつきますね。どうですか、皆さん。いいと思います。いいなしだよに。では、我がルドルフテニス部は、喫茶店を出店することにします。では、藤井さん、委員会に報告をお願いします。では、これでミーティングを終わります。あ、ご苦労。まあそういうわけだ。頼んだぞ、柳沢。わかったぞ、兄。わかりました。じゃあな。それにしても赤沢は気合が入ってるだ、兄。そうですね。なんだか部長っぽいだ、兄。だって部長じゃないですか。いつもだったら水木の方がシャシャリ出てくるだ、兄。あいつの方が部長らしいだ、兄。そうかもしれませんけど。ま、赤沢も。
広さは申し分ないですね。カタログがあるのか。ああ、別にどれでもいいんじゃ。ダメですよ、ユータ君。ちゃんと雰囲気を合わせないと。俺をミズに任せるだよね。そうだな。ミズキが選んでくれ。わかりました。では、テーブルと椅子はこれを。食器は、おや、英国産のものも結構ありますね。この辺りのボーンチャイナや今にも悪くない。なぜ笑う？壊したら個人で持つことにしましょうか。緊張感があっていいと思うんですが。それは。そうですか？まあ、いいでしょう。それでは、この辺の適度なものをお借りするということでチェックしましたので、お願いします。ん？ああ、お前か。何かあったか？そうか。ん？ああ、いいぞ。水木がどうかしたか？なんだ、はっきりしないな。何が聞きたいんだ？ああ？なんだそれ。ああ、よく言われるな。別に、気にすることもないだろう。あいつが有能なのは確かだからな。お前も知ってるだろうが、俺たちのテニス部は、スクールからの補強組が主力だ。その中でも水木は、プレイングマネージャーとして、いろいろな仕事を一手に引き受けている。あいつは有能だからな。だから俺は、最初あいつを部長にするつもりだった。しかしあいつはそれを断った。それで俺が部長になったんだ。ほう。なぜだ？ああ。ほう。お前、水木と同じようなことを言うな。水木もそう言って部長を辞退したんだよ。もっとも、部長を辞退しても、水木は人に指示を出すのが好きだからな。相変わらずのあの通りだ。そうか。そんな風に言われると、照れるな。次の部長を決めるまでだ。学園祭が終わったらすぐだろうな。ああ。そうだな。あ。ああ、お前か。なんだ、どうかしたか。ん？すぐに終わるなら構わないが。ああ、そうだったな。今考えているのは藤井か金田だが、たとえ俺が選んでも本人にやる気がなければ意味がない。問題はそこだな。いや、選手としてのやる気じゃない。いかに仲間をまとめていくか、その部分のやる気だ。
今のところは藤の方が適任かもしれん。だが金田も最近分かってきたからな。人を引っ張ることだ。そうだ。まとめて、さらに引っ張らなければならない。力のいる仕事だぞ、部長は。まあ、まだ少し時間はある。焦らずに考えるよ。そうか。ああ、お前か。なんだ、どうかしたか。ん？すぐに終わるなら構わないが。ああ、食器とかもだっけ。ああ、了解。ああ、助かるよ。ではこれからアトラクションに関するミーティングを行う。あれ？アトラクションは他校のメンバーと組んでいいって話ですよね。そうなると他校と一緒にミーティングしないといけないんじゃないんですか？ああ、なるほど。おや？早速エントリーですね。不動峰の神尾くんがロックバンドを提案しています。ロックバンドね。いまいちだよね。続いて六角の佐伯くんがボーカルユニットを提案です。なんだか歌が多いですね。では、私から提案しておきましょう。演劇を提案です。演劇？何をやるんだ？それはまだ決めていません。メンバーが揃ってから決めてもいいでしょ？そうだな。では俺は水木の演劇に参加しよう。ありがとうございます、部長。あ、今氷堤のムカヒくんがストリートダンスを提案しました。ダンスか。悪くはないんだけど。あと、不動峰の立花くんが和太鼓を提案していますね。ああ、いえ、おそらくこれが最後でしょう。氷堤のアトベ君がハムレットを提案しました。アトベらしいだね。ハムレット、やってみようかな。おや、ゆうた君、僕の演劇ではなく、アトベ君のハムレットに参加するんですか？ええ、ハムレットに興味がありますから。おや、それは初耳ですね。まあいいでしょう。結局参加したいアトラクションがなかっただよね。そうだね。今回は見送るだね。ああ、まったくだ。そうか。多少ジグロなんでそう思うんだろう。行く必要ねえからな。なんだ？妙なこと言うやつだな。ほら。だから言ったろ。もっとも海で焼いたりもしてるから、どこまでが本当の色かわからなくなってきてるんだが。
ああ、お前か。ん？うん。すぐに終わるなら構わないが。一応そうだが、水木の作戦でダブルスになることもある。ああ、だいぶ違うな。でも、うまくやるのが、俺の役目だと思っている。お。演劇に参加するのはいいが、演目は決まってなかったな。それでしたらご安心ください。このメンバーの顔ぶれで、ぴったりの劇が浮かびましたよ。ぴったりの劇？一体何だ？織田信長です。戦国者ですか。へえ、いいんじゃないですか？大体想像はつくっすよ。主役の信長は、副部長っすね。察しがいいですね。ほう。俺が信長か。面白い。そして明智光秀は日吉くん。君にお願いしますよ。明智光秀、やりがいがありそうですね。桐原くんには、秀吉をやってもらいます。なるほど。次期立会を背負う俺にぴったりじゃないですか。僕は何をやるですか？ダン君には森蘭丸をやってもらいます。森蘭丸？よく知らないです。後で僕がシナリオを書きますから、それを見て理解してください。あ、はい。楽しみにしてるです。水木、俺とお前は何をやるんだ？僕は黒田官兵衛を。部長は八須賀正勝をやりましょう。この配役だと、舞台は本能寺の変か？そうですね。お話の中心はそこに持っていくことになります。ああ、お前か。なんだ、どうかしたか？ん？うん、すぐに終わるなら構わないが。え？まあ、すまん。何か言ったか？演劇に参加するのはいいが、演目は決まってなかった。それでしたらご安心ください。このメンバーの顔ぶれで、ぴったりの劇が浮かびましたよ。ぴったりの劇？一体何だ？織田信長です。戦国者ですか。へえ、いいんじゃないですか？大体想像はつくっすよ。主役の信長は、副部長っすね。察しがいいですね。ほう。俺が信長か。面白い。そして明智光秀は日吉くん。君にお願いしますよ。明智光秀、やりがいがありそうですね。桐原くんには、秀吉をやってもらいます。なるほど。次期立会を背負う俺にぴったりじゃないですか。僕は何をやるですか？ダン君には森蘭丸をやってもらいます。森蘭丸？よく知らないです。後で僕がシナリオを書きますから、それを見て理解してください。あ、はい。
楽しみにしてるです。水木、俺とお前は何をやるんだ？僕は黒田官兵衛を、部長は蜂須賀正勝をやりましょう。この配役だと、舞台は本能寺の変か？そうですね。お話の中心はそこに持っていくことになります。ん？まあ、そうだな。明日の練習用に使うティーセットを用意したいだが、倉庫にあるか？あ、いや、場所を教えてくれれば。と言ってもあの倉庫は広いな。一緒に行くか。これだけの数の備品をよく覚えてるな。それだけでも大したもんだ。お前が運営委員で助かったよ。さて、運ぶか。無理しなくていい。そうか。じゃあ頼む。お、サンキュー。と、こいつ意外と重いな。お前思ったより体力あるな。ああ、何か部活はやってないのか？そうか、惜しいな。いや、お前なら運動系の部活で活躍できたかもしれないと思っただけだ。あ、ご苦労さん。全員揃ったな。ではこれより喫茶店の内装を始めよう。厨房の方は野村、木更津に任せる。残りはテーブル、椅子などの配置だ。では始めよう。ふぅ、こんなところかな。わかった。あとは小物ですね。観葉植物や絵画も欲しいところです。誰の作品ですか？ああ、それでも構いません。問題は絵柄ですね。後で確認させてください。観葉植物は倉庫にないんですね。では、手配をお願いします。種類は特に問いません。あなたが自由に決めてもらって結構です。よし、では今日はこれまで。こまごまとした作業は各自でやっとけ。以上だ。お、お前が。おう、構わんぞ。ああ、そうだ。ああ、配役を決めていた時だな。俺は蜂須賀小六だ。秀吉の部下だった男だよ。だろうな。俺も水木に聞くまでは知らなかったし、元盗賊の首領だとかいう話もある。実際には黒人と言われる地侍の棟梁らしいが、一時期秀吉を部下にしていたとも言う。ま、秀吉の悪友ってとこだな。出番はそれほど多くないが、どうやらセリフがそこそこあるらしくてな。ああ、結構大変だろうな。ああ。ああ、そうだ。お前、携帯持ってるよな。
じゃあ番号を教えておいてくれ。これからいろいろ連絡することもあるだろうからな。よし、登録は完了だ。何かあればこれで連絡しよう。ああ、お前か。そうだ。そうだな。そうしよう。最近何か困ったことはないか？どうした？こっちを見て。そうか。ありがとう。何？もう着いたのか。早いな。ではまたな。まず、最も大事な紅茶の入れ方を練習しましょう。紅茶の入れ方に練習が必要なのか？当然です。入れ方一つで紅茶の香りは劇的に変化します。試しに、僕とゆうたくんとで入れ比べをしてみましょう。え、俺？でも俺、紅茶なんてティーバッグしか入れたことが。だからいいんです。さ、準備をしましょう。できましたよ。飲み比べてみてください。いきなり香りが違うな。ほんとだ。こんなに違うものなのか。紅茶は香りを楽しむ飲み物です。やはり、ポイントはそこですから。へえ、水木の紅茶は複雑な味がするだに。ああ、コクがあるとでも言えばいいのか。でも、少し渋くないですか？俺にはユータの紅茶が薄く思えるだに。紅茶は嗜好品です。自分が好きなように入れて飲むのが本来の飲み方ですが。今回のように商品として提供する場合は、少し紅茶の個性を出した方がいいでしょう。渋みもまた個性ですからね。なるほどな。では、入れ方の実習に移りましょう。はい。まず、ティーポットですが、必ず丸いものを使ってください。なぜだ？理由は後で説明します。そして沸かす水ですが、水道水で大丈夫です。ただし、カルキ臭が気になる場合、浄水器を通した方がいいでしょうね。準備がいいですね。さて、お湯を沸かしますが、ここで重要なことがあります。重要なこと？お湯の温度です。紅茶を入れるのに最適の温度は95度以上です。ただし、沸かしすぎはダメです。それをまた厳しいだに。要するに、沸かしたてのお湯です。沸騰してすぐのお湯が一番いいんですよ。言い忘れていましたが、ポットは必ず温めておいてください。せっかくのお湯の温度が下がります。お湯が沸き始めたら、ポットに紅茶の葉を一人ティースプーン一杯として、人の数だけ入れます。それはイギリスの風習ですね。イギリスと日本では水が違います。余分に入れると濃くなりすぎますよ。ミルクティーにするなら別ですが。あ、
ちょうどいい具合にお湯が沸騰しました。このお湯を手早くポットに注ぎます。今回は透明な耐熱ガラスのポットを使っていますから、中の様子がよくわかるでしょう。あ、紅茶の葉が。ぐるぐる回って浮いたり沈んだりしてるな。これをジャンピングと言います。茶葉の旨味がちゃんと出ているかどうかの目安です。これを起こすために丸いティーポットを選んだんですよ。そして、蓋をして蒸らします。蒸らす時間は茶葉の種類、飲み方、好みで自由ですが、最低3分ほどは蒸らしたいですね。結構長い時間蒸らすんだな。そうしないと、紅茶本来の旨味も香りも出ませんから。なお、蒸らしている間は、保温マットでくるんであげた方がなおいいです。紅茶好きはね、凝り性なんですよ。さあ、そろそろいいでしょう。抽出した紅茶は、茶こしを使って、別に温めておいたサーブポットに移します。サーブポット?保存用のポットですよ。いつまでもポットに入れていると、出すぎてやや苦くなりますよ。もっとも、飲む量が少ない場合は、そうやって変化していく紅茶の味を楽しんでもいいですが。なお、サーブポットに注ぐ場合、きちんと最後の一滴まで注いでください。なんでだに?紅茶の成分を全部移すためですよ。美味しい成分が詰まってますから。さあ、これで出来上がりです。では、いただいてみようか。レモンはないだに?レモンティーは邪道です。びっくりしただに。あ、失礼。あくまで、僕の好みとして、レモンティーは邪道なんです。紅茶の香りも味わいも消してしまいますから。後で入れても構いませんが、一口目はストレートでお願いします。わかったダニー。紅茶ってうまいものなんですね。では、水木の手本をもとに、俺たちも紅茶を入れてみよう。はい。合戦のシーンはどうするんだ?エキストラは何人使ってもいいそうですから、なんとかなりますよ。このシナリオだと、光秀の謀反は発作的行動ということになりますね。恨みという話ではないのか?恨みはないでしょう。それより、発作的行動プラス野望だと思いますよ、僕は。いろんな説があるんですね。俺としては野望ってのが一番面白いんだけど。野望にしては計画に穴が多いですからね。なるほど。事前の計画は重要ということですね。いいことを言いますね、日吉君。クライマックスは本能寺の変でいいとして、もう少しドラマが欲しいところだな。一応、桶狭間は押さえておきますよ。あとは長篠の戦いも入れたいところですが。馬がないと長篠の戦いは間が抜けるぞ。そうなんですよ。ですからここは、秀吉と光秀にもう少しスポットを当てようかと。僕の出番は最後の方だけでしょうか?そうですね。でも重要な役ですから、気を抜いてはダメですよ。はい、わかりました。お、お前が。おう、構わんぞ。
そうだな。でもたまに熱いものを食べてもうまいぞ。うん。カレーは辛口に限る。甘いカレーなど言語道断。そんなものカレーと呼べるか？あ、すまん。カレーのこととなるとつい興奮してしまってな。ああ、辛口に限るが。な。お前が。おう、構わんぞ。女子はその話題が本当に好きだな。いや、呆れちゃいないんだが、その質問に答えた後の次の質問が簡単に予想されてな。しょうがない奴だ。最初の質問は、いない。次のは、運動できる奴がいい。俺が好きだからな。一緒にできるくらいがいい。お前はどうなんだ？さっきの質問答えてくれよ。なんだ。あっさりしてるな。俺は有名人じゃないが。それは知らなかったな。ん？なんだ？ああ。ああ、お前か。そうだ。そうだな。そうしよう。何？もう着いたのか。早いな。ではまたな。ああ、お前か。どうした？ああ、そうだ。いいぞ。ただしボールには気をつけるんだぞ。目を離さないようにな。ん？どうした？ほう、意外だな。さっき打ったのはブレ球といってな、俺の得意技だ。ラケットのスイートスポットを外して先端で打つと、ボールに無数の微妙なブレが発生する。普通はわからないもんなんだが、動体視力のいい奴には、球がいくつにも見えるんだ。お前がそれを判別できるほど動体視力がいいとは思わなかったな。ああ、そうでなきゃ、俺のブレ玉には気づかない。ブレ玉を長く見ていると目が疲れるぞ。ああ、いや、ちょうどいい。練習はこれで終了だ。ああ、そろそろ終わろうかと思っていたところだからな。しかし、この前の荷物のことといい、動体視力といい。お前意外とスポーツの才能あるんじゃないか？体育は得意じゃないのか？そうか。何かスポーツをやればいいのに。お前が男だったら、
俺たちのテニス部にスカウトするのにな。あ、まったくだ。今日は紅茶に合うサイドメニューを決めましょう。やっぱりケーキでしょう。いろいろなケーキを出せばお客さんもいっぱい来るんじゃないですか。でしょうね。ケーキを出すにしてもあまり種類は出せないでしょう。クッキーとかの類の作り置きできるお菓子が妥当でしょうか。そうなるとジャムやクロテッドクリームも用意したいところです。クロテッドクリーム？なんだそれ？生クリームとバターの中間のクリームですよ。濃厚で、スコーンには必需品です。それはありがたいな。ぜひ頼む。では、僕が指導しましょう。スコーンについては、少しうるさいですよ。では明日から、クッキーなどのサイドメニューの実習を始めよう。実習の後は各自自分で腕を磨くように。以上だ。あ、なんで兄？そりゃ願ったりだけど、いいのか？俺の分たて単純で時間ばっかりかかるやつ兄。そうか。ではお言葉に甘えるだに。水木と試合するのは久しぶりだに。そうか。お前がそう言うならそうしとくだに。じゃあ早速水木誘ってくれだに。お前が。おう、構わんぞ。ん？そんなに汚れてたか？まあ、まあ、そうだな。いや、全然。お、おう。お、お前が。おう、構わんぞ。ああ、そうだ。水木を知らんか。いや。連絡というか注意なんだ。だから俺が直接言わないとダメでな。いやな、水木が最近オーバーワーク気味なんで、少しは休めと言いたいんだ。あ、学園祭のことでオーバーワークではないぞ。学園祭の準備をこなしながら、情報収集とスカウトにも走り回ってるみたいでな。最近は夜も遅いと、寮の連中が言ってたんだ。まあ、休めと言っても聞くやつではないんだが、心配なものは心配だしな。大事というか、まあ、部長として、友人として、当たり前のことだ。お前が。おう、構わんぞ。いや、特にはない。俺はみんなをまとめるくらいだ。
でもな、今はまとめるだけじゃなくて、人員の増強と新しいマネージャーを見つけてやらないとって思ってる。ああ、部員の管理は水木、それ以外は野村にやってもらっていたのが、あいつらも3年だからな。雑用がほとんどなんだ。地味な作業が多いな。人探しは苦手なんだが、あいつらのためだ。まあやるしかない。そうか、普通だと思うけどな。でもそう言ってくれるのはお前だけだな。ありがとう。よっ、頑張れダニー。質問。砂糖を多くしたいんだけど、ダメか？そうか。バターを溶かすのに電子レンジって、そういうのありだね。なあ、なんでいちいち小麦粉をふるいにかけなきゃいけないんだ？結構めんどくさいもんなんだな。そうなのか。さあ、まずは何より作ってみましょう。できた！俺も焼き上がったダニ。では、試食してみましょう。ん？自分でも意外だ。うまいぞ。ほんとだ。俺もクッキーなんて作ったことないのに、店で売ってるクッキーみたいだ。俺はレシピが良かったんですよ。いいレシピを作ってくれましたね、藤井さん。俺の失敗だに。柳沢、お約束のミスだな。わざとじゃないだに。クッキーは保存が効きますから、各自手の空いた時に作り置きしてください。できたクッキーは保存庫に入れておけ。ただし、味見をするのを忘れるな。わかってる、ダニー。では、今日の講習はここまでですね。アトラクションでやる劇のセリフを覚えようとしているんだが、どうもな。多いというより、言葉遣いがな。少し練習相手になってくれないか。あ、相手がいた方が練習になる。すまんな。ここにもう一冊の台本がある。こいつの28ページを見てくれ。そこの語録のセリフ以外を読んでいってくれないか。すでに石垣にまで水が押し寄せておりますな。もはや高松城は風前の灯火。上様に。しかしこのまま一月も経てば自然と。自然と、思い出せねえ。そう。ああ、すまん。
俺、頭に血が乗りかけた時に叫ぶ薬があるんだよ。お、思い出したぜ。自然と樹皮が落ちるように手に入りますものを追うだ。まったく水木のやつ、ややこしい言い回しを入れなって。ん？なんだ？あ、あ、気をつける。お、誰か探してるのか？ん？なら、ちょっと話していかないか。その方が夏向きだな。水木には俺から話しておこう。秋ならまた変わってくるのか？味が違うのか？俺、さつまいもはそのまま焼いただけの方が好きだけどな。そうだな。そんなにうまいのを食べたことないんでな。え、お前作れるのか？え、いや、食べるのはいいんだが、その、いいのか？そうか。ああ、これから帰るところか。だったら駅まで一緒に帰るか。よし、送っていこう。おう。ああ、そうじゃなくてだな。そうだな。うだうだ悩むのは俺らしくないな。よし。これから、お前のことは、下の名前で呼ぶことにする。俺のことは別にいいからな。何？もう着いたのか。早いな。では、またな。ああ、俺だ。赤沢だよ。こんばんは。少し聞きたいことがあってな。明日なんだが、お前は何か予定が入っているか？あ、そうか。なら明日、映画を見に行かないか。よし。じゃあ明日10時、駅前で待ち合わせで構わないか？それじゃあ明日な。おやすみ。おはよう。早いな。そうか。
待たせずに済んでよかった。それじゃあ、少し早いが行こうか。深淵の静寂という海洋パニック映画だ。ああ、かなりの対策らしいからな。なかなか面白かったな。ああ、海に潜ったことのある者には共感できる描写がいろいろあった。そうだ、だからかもしれんが、海が絡む映画はよく見るな。興味があるようだったら、お前も講習を受けてみたらどうだ？少し費用はかかるが。海はいいぞ。特に南の海は最高だ。ああ、あと意外かもしれんが、海牛も綺麗だぞ。まあ、確かに形はナメクジに似ているが、色は格段に綺麗だ。今度写真集を見せてやるよ。ウミウシは何でも1000以上の種類がいるらしいぞ。突然変異とかも多くて、正確な数は分かっていないそうだ。ダイバーの中にはウミウシの魅力に取りつかれて、世界中の海を潜り続けている者もいるくらいだ。ああ、楽しいな。もとも、あくまでもテニスの次にの話だが。そうか。ところで、腹減ってないか。もう昼をだいぶ過ぎちまったな。じゃ、いいところがあるぜ。カレー専門店、行くか？だろ？きちんと長時間煮込んであって、ビーフもとろけてるしな。俺もだ。あとカレーは辛さにも好みがあるな。今日みたいな暑い日には辛口のカレーで汗を流すのが一番だ。ああ、ただし激辛とか辛さ20倍とかはダメだ。カレー本来の味がわからなくなる。ま、カレーなら1週間続けて食っても飽きない自信はあるぜ。意外とカレーは飽きないもんだぜ。この後ちょっと寄りたいところがあるんだが、付き合ってくれるか。よし、それじゃあ行くか。この先の公園でフリーマーケットが開かれているんだよ。だろう？何か掘り出し物がないかチェックしとこうと思ってな。いやー、いい買い物したぜ。あ、中古でかなり安かった。限定生産モデルだからなかなか手に入らないんだ。お前は何を買ったんだ？そうか。フリマはいろいろなもんが売ってるから、見かけたらチェックしとかないとな。もうこんな時間か。そろそろ帰らないとな。今日は一日楽しかったぜ。また、誘ってもいいか。そうか。それじゃあ、帰るか。